ホープウェル計画とは、太陽国の首都バンコク都市部における交通近代化を目指した公共事業の続称である。1990年に計画は開始したものの、工事の大幅な遅延により頓挫。1998年には完全に白紙となった。劣悪な交通渋滞で有名なバンコク中心部を南北に縦断する大国鉄の本線は市街地内での随所に、 一般道路と交差しており、慢性的な列車遅延が問題となっていた。交通問題を解決すべく、香港の投資会社ホープウェルホールディングス現地法人によって立案された本計画は、ホープウェル社が長大な鉄道道路併用橋の建設資金を投じる見返りに30年間の運営権を獲得するという内容で、大国有鉄道、 大運輸送を加えた三社間で契約が結ばれ、1990年に承認、免許交付された。地上にある既存の鉄道線に沿って、鳥井城の支柱を多数設置し、これに海底トンネルでいうところの軽損と似た箱状構造物を貫通させた高架橋を営業中の国鉄本線直上に建設するという構想であった。箱状構造の内部空間は、 鉄道在来線と高速鉄道を構造最上部には高速道路を不要となった地上の鉄道跡地は一般道路及びテナントの入居に転用しこれらを一体で整備することで交通量の飽和を改善する予定であった非常に大掛かりな計画ではあるが財政難の対側にとって負担が少ないこと特に鉄道用地を流用することで用地を収容しやすい点が評価された フワランポーン駅にほど近いヨムマラートを中心として、東西南北に伸びる、総延長約60キロメートルのルートは3つの、コークに分かれ、第一コークに当たるフアマークヨムマラート間お及びヨムマラートランシット間は1995年12月に、残るコークのタリンちゃんヨムマラートポーニミットは1999年12月、完成予定であった。ところが、工事は一向に進まなかった。 党のホープウェル社側は政府が約束した用地提供が遅延しているためと主張した。1992年、緊縮財政、汚職追放を掲げるアナン政権が工事中断を命令する一幕があったものの、1993年建設開始にこぎつけた。しかし、一部完成予定の1995年を迎えても工事は進まないまま1997年7月の アジア通貨危機が訪れる。かねてから、ホープウェル社の資金繰りが困難に直面していることを、当事者が認めていたが、さらに悪化したことで完全に工事は中断。同年9月、ついに免許取り消しという形で、強制執行処分が下った。翌年には、政府が契約破棄し正式に計画破綻となったが、最終的な進捗はわずか10%ないし13%という。 判定であった。国鉄線に沿って南北に線にも及ぶ支柱の残骸が整列する様は、万国のストーンヘンジにも例えられ、同時にホープウェル社は、ホープレスと揶揄された。当初に結ばれた契約は支出の発生しない、政府側にとって非常に魅力的なものであったが、契約終了の条件に関する要項に決定的な不備があった。政府側には工事の遅れを理由とし、 契約を執行させる権利を持っていなかったことが判明した。このことは後の裁判に大きな影響を与えた。事業費800億バーツこの報道が事実であれば仮に完成したとしても対応年数を待たず深刻な事態が生じる恐れが多分にあったとみられる。2010年代に入ると一部の支柱が崩壊を始めるなど劣化は明らかであった。 2013年には新規の鉄道整備事業として、大国鉄北本線の高架化を含めた近代化工事が始まった。当初は本計画により放棄された支柱を流用することで、工費を削減する目論みであったが、前述のように結局ほとんどが流用できず、約2億バーツをかけて一部を除き撤去されることとなった。前述のように、ホープウェル社は、 タイ側の一方的な契約違反による計画中止で800億バーツの損害を被ったと主張指定訴。2019年、行政裁判所はタイ国鉄とタイ運輸省に対し損害賠償金118億8000万バーツに利息分を合わせた約250億バーツをホープウェル社側に支払うよう命じた。ザ・ホープウェルプロジェクトアット・ザ・ウェイバックマシン、完成予想図など。 ありがとうございます。